しくないですか。そうなんです、やりましょう。今録画しています。はい、はい、お久しぶりです。あ、ちょっと BGM 下げ気味にしていただけます。消しちゃいました。すごい濃い今日なんか日本最高に濃い現場になってますけども、世界を変える100人が集まってる様子なんですが、あ、マイクマイク、あ、はい、こんにちは。皆さん、お久しぶりです。天野さんとのですね、天野元康さん、そして増山玲奈の民主主義、民主主義緊急事態宣言、久しぶりの番組収録なんですが、今日はなんと豪華ゲストでお送りいたします。ありがとうございます。はい、今世界中で起こっている金融の仕組みが根底から変わると、これテレビでほとんどやらないので一体何が起こっているかよくわからないなというところなんですが、スイスでのベーシックインカム、そして信用創造、国民投票が行われるということ、世界中で今どんな流れが起こっているのか、その最前線を取材されてこられています佐々木茂人さん。人なんです、本当は。重人さんと、そしてロスチャイルドの問題、誰よりも早く追及しておられました阿部義弘さんにゲストにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。じゃあマイクか、はい、じゃあお二人に、ね、ちょっと自己紹介を、ね、していただきたいと思います。まずは阿部義弘さん、よろしくお願いします。阿部と申します。今日はよろしくお願いします。浜野君と一緒にですね、この嘘まみれ世界金融の超最大タブーという本を共著で出しています。昨年の12月アマゾンで経済学で第1位ちょっとを走ってるということなんですけど、取ったっていうか、一瞬取った、一瞬取ったで、皆様が買い支えていただければずっとトップを走り続けられますので、はい、ぜひでこれ今ね、アマゾンで2200円になってます。なぜかというと在庫が切れてしまった、中古しかないんで1500円なんですけど、定価が、そうで2200円になってしまってて、じゃあ楽天とか他のところでも買えるかというと買えないんです。もうそこも在庫切れで、出版社がなかなか増刷しないんで、そのままなくなってしまうかもしれない。じゃあ値段いくらになるかわかんないです。え、そうなの。今でも12月に出版して、今で1月の今でもうすでに2200円になってる。ちょっと光ランドさん、増刷を支給お願いいたします。はい、増刷よろしくお願いします。で今ね、この場では1500円で販売してますんで、どなたか買いたい方いたら3冊ありますんで、アマゾンで売れば2200円ですから、ね、1500円で買って2200円で売れば儲かりますんで、ね、買ってください。はい、すいません。どうやった、銀行よりひどいね。じゃあ、代わって、私国阿部義弘と申します。よろしくお願いします。私は一応作家をしてまして、一番売れた本が金融の仕組みは全てロシア領を作ったという本をこう出しまして、まあ、それがベストセラーになって、でその、まあ、当時は徳間書店から出したんですけど、その出版社の社長が独立をして、今天野君が宣伝した本のヒカルランドというところの社長をしてまして、で、その縁でこの本も私と天野君の共著という形で出しています。で、この横に佐々木君はですね、同じ私と長女を持っていまして、金融崩壊後の世界だけ、っていうのを2009年に出版しました。でその内容は、まあ、これからもう世界的な金融崩壊が起こるだろうと、そこに対してどういったことをしたらいいのかということを書いた本なんですね。でそこに書いてあったことが、もうこの金融の仕組みは行き詰まるから、もうこの金融の仕組みはもうそろそろやめて、でもう政府がお金を発行するとか、そして全国民にもうこれから技術革新でどんどん仕事がなくなってくるから、お金を配るべきだと、でベーシックインカムという形で、全国民に政府が無条件でお金を配るということをこの本で提案しました。で、それを今実際に、ごめんなさい、取っちゃった。
山口薫先生というですね、まあ、元同志社大学の教授の方が、公共貨幣でやろうという形で、今、から今淡路島に住んでるんですけど、このお正月にですね、まあ、佐々木君とあるいは今ここにいらっしゃるあの山本太郎五六名教兵の お師匠さんという、ある方とですね一緒に斎藤あごめんなさい山口先生のところに行ってでいろいろと教わってきました。でこの公共貨幣っていうのは要はもう銀行の仕組みっていうのはこれはもう銀行が儲かるためにある仕組みであってこれでみんなが困ってるんだと。だからもう政府がお金を発行してで全国民に配るべきだという提案をしたんですけれども、まあ、それと同じことを山口先生が今やろうとしていましてで、それを、まあ、今日はテーマにお話をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐々木と申します。手短にと思いますがですね、専修大学の小学部の教授に同姓同名がいるんですね。同姓同名の方で私ではありません。で、いつから教授になったんですかとかメール来ましてですね違います。はい、昔3回ぐらい選挙出たことあります。で本も出したことがあって、あります。まあ、そんな感じです。本業は一応乳酸菌のサプリメント屋なんですけども、おー CPはい、なんですね。だけど私の職業知ってる人はほとんどいないです。でいいですか。はい、初めていい、はい、大学教授の先生すいませんでした。ご好意で今日のイベントを盛り上げようと作ってくださった方がいまして、そこで勘違いしてそのまま違った、肩書きを載せてしまいまして間違いでした。すいませんでした。いや、はい、始めていいですか。はい、2つばかりちょっと本業 YouTuber って金もはゼロなんですけどもそんな感じなんですけどもですね、2つばかりちょっと動画見ていただこうと思います。で1つは、昨年の6月5日にですね、まあ、世界で一応流れたと思いますけども、スイスで、ベーシックインカムの国民投票がやられました。結果 23.4% だったかな、ということで否決をされたんですけども、ベーシックインカムベーシックインカムはですね、全ての人に生活に必要な資金を無条件に給付するという考え方ですね。はい、生活保護じゃないんだけど全国民ってことですね。生活保護との違いは。そうですね、子供未成年はスイスだとで言われてるのは未成年は半分っていう感じですけども、まあ、具体的な数字としてスイスってものすごい物価が高いところで、2500フランみたいなね、多分28万とかよく出ててこんななんだみたいなね、働かずに28万円ももらえてけしからんみたいないうのを中心的にやってた。それを、まあ、10年ぐらいかけて国民投票までゼロから運動を始められたのがこの江ノ島さんで、この1年で3回くらい私はスイスお邪魔してて、今度ぜひ日本に来てほしいということで4月にお招き、する予定なんですけども、まずこの人がですね、ま、動画いっぱいあるんですけども、まずそのスイスの直接民主制について、皆さんに知ってもらいたいと思いまして、これはちょうどパリでテロがあった日ですね、覚えてます。あの日に私はバゼルにいて彼にインタビューしたものです。なんだろう、人生でこんなに衝撃を受けたことなくて、これほどなんだろう、まるで他の星にいるんじゃないかぐらいに思いましてですね、えらく感動しました。まあ、もちろん制度としては知ってるんだけども、ここの国には民主主義があるんだっていうですね、ものすごい感動した動画で、まずぜひ見ていただきます。字幕はしっかりついてるんですけども、でなるべく大きく見やすいようにしてるんですけども、私の声かぶせない方がいいと思うので、ちょっと分かりませんとかいうのあったら止めたりしますので、まずとりあえず流します。これ何の動画ですか。これ YouTube に上がってます。何の動画ですか。何のインタビュー動画で、ベーシックインカム等の動画ってことですか。違います、ベーシックインカムの国民投票をなし作り上げたベーシックインカムイニシアチブのリーダーであるエノ・シュミットさん
の動画です。で彼は抜き出しているのはスイスの直接民主制について語っているスイスの直接民主制の話です。はい、ということで、始めたいと思います。 It's possible in Switzerland to start people's initiative, popular initiative, just by private people who say we have an idea and we think this is good for society. It's not allowed to be against European right, it's not allowed to be against human rights, but all other things are free. And then you are allowed to do such an initiative. And that means you get a date, a special date, and from this date on you have 18 months to select 100,000 signatures. So, and this is democracy, that ideas from the population, from the people, can come in a public discussion with the consequence of a new rule, a new law, so to write it in the constitution. But if 100,000 people say, yes, this is an idea what is interesting, and we want to discuss it, and we want to vote about it, then it is legally binding that a public vote will come. And for example, when we handed in the signatures, I was invited by the vice chancellor of Switzerland. And he only asked us, is everything been okay? Have you had some problems? So say it to me, I will do the best that such an initiative is free for you, and all the officers and bureaucracy has to serve to you, because this is public initiative, and the public, the peoples are the sovereign. So the people are the sovereign, not the government. And even he, if even when he is absolutely against an unconditional basic income, but he is for direct democracy and for every initiative from the people, because this is the main point, we have democracy. And some people who signed our proposal, our initiative, said, I'm not for an unconditional basic income, but I'm for a discussion about it. So to vote on something, to have democracy, does not mean only to decide black or white and to fight and have competition between anything. It is to build a meaning, to deepen thoughts. This is democracy, a democratic process to come to a new view. And not only to come to a yes or no, but to come to more consciousness, to develop society by the ideas of the people in the society. Not only by the politicians, because politicians has no time to think about anything. They only do what is practical, what can be done. But in the population, there are the new ideas. And this is a democratic process in Switzerland. I think this is, many countries have something, like the United States, for example, but it's not practical. And also in Germany, they tried to come to direct democracy. It's difficult because that means that some people have less power. But that is the democratic thought, that the power is by the population. Government has nothing to say. The sovereign is the population. The government said we are responsible, and from out of our responsibility, we say it's better to vote no. But that means nothing. It's just to give a suggestion. It is in a line of history that you have had the idea of democracy, and first by this idea, the people said this is an awful thing. All the stupid people shall elect or vote without any imagination what it is. So let the people be people, and the rich people and the well-educated people, they decide what's good for society, but not all this ego people. And the arguments against an unconditional basic income are so close by the arguments against democracy at all. Against to abolish slavery, for example, the same arguments. Society will fall, the economy will fall down when we have no slaves. So, and we are not prepared. And okay, it's not so good to have slaves, but it is.
God creates people different, you know, and they need leaders, we bring civilization to them. And this is the same arguments against an unconditional basic income. For example, we have had in Switzerland such a public vote about the proposal to abolish the army, to quit the army. And you have to know, the army was the most holy cow in Switzerland. That was a big, big important thing. Everything comes from that. When you have been in the army, you get a higher job. And if you are a general or an officer there, then you come. So army was very, very important for the Swiss people. That comes from the Second World War, when they are so afraid about the German dangers just close by the border. And this initiative was crazy for the most people. But then, when they vote, 36% of the population said, yes, quit the army. And that was a shock for the people who thought nobody is against the army. And after this, even the majority was voted to keep the army, but a huge minority was for the end of the army, and that changed all. So the army is no longer important in Switzerland. It comes very down, budget goes down. That means even if a majority is huge, it changed everything. Let's say in 5, 6, 7 years, you can do the same again. You are free. So it is really that the people can say what they want to discuss and what they want to vote on. It's not a description what you have to do, what you have to ask. But it makes sense to make it a few years later, or when something is changed, then you can do it again. And I think, yeah, maybe we will do it. So some things, like in Switzerland, the right to vote for women, or the security for older people, needed 17 years and 3 or 2 public votes to come in the constitution. So that's not unusual that it needs 1, 2, 3 votes and a few decades to come to real. So in Germany, for example, you have a democracy too, but there's no mentality that the people are really the sovereign. So the government is a sovereign. It's a bit like a king with democratic toys. And in Switzerland, it's really, really seriously to say the population is a sovereign. But it's time to export. It's time to export. And yes. I think together with this idea of an unconditional basic income and the public vote, the public initiative, this exports the thought and idea of democracy again to other countries, because you can realize that you can't act for anything without direct democracy. For example, in Germany, there are many people who are very interesting, brilliant people arguing for an unconditional basic income, but they can do nothing. And we have this brilliant point that we can make a people's initiative. And with that, we can do something, and we can bring it in the public discussion. Even if we don't can change the constitution, maybe, when we have not the majority, but it is in the brain, it is in the words, it is in the discussion. And that is something what brings a society to a movement, to develop the meaning and the consciousness. And that is necessary for other countries too. And you see, democracy was a fight to come to democracy. That was a fight. And now it's 100 years old, 50, 60 in different countries. And if you don't work on such an idea, it goes back. And it becomes again a kind of monarchy or a kind of mafia state. So you have to work on it. You have to take care on it. And to have to renew and rethink and refresh it. And you have to develop it, because time is going on. And if you don't develop democracy and develop human rights really, then it goes back. And it's only a few, it's a good meaning, but it means nothing. And develop human rights really, then it goes back. And it's
only if you it's a good meaning but it means nothing. 終わり。ありがとうございます。あのマフィアの国に住んでしまった私たちはですね、頑張らないといけないですねということで。ちょっと交通整理して状況を消したいんですけど、このエノシュミットさんというスイスの、バーゼルに住んでおられるおじさんが、署名を12万票を集めて、スイスではベーシックインカムとあと信用創造の国民投票を行っているという、その方なんですか？グループは違います。彼はベーシックインカム、彼はベーシックインカムの方、はい、で全く違うグループをやってます。でそっちの方を今度次お見せしたいんですけど。あ、なるほど、はい、ちょっと一回その前にちょっとこの今の話をね少しまとめていただきたいんですけども、はい、要はスイスでは直接民主制が行われていて、それは日本やドイツとかが取り入れている、まあ、アメリカでもそうですけど、まあ議会制民主主義とはまた違うっていうことですよね。どう違うのかっていう、スイスも普通に普通の民主主義国家のように選挙で議員選ばれてというシステムもちろんあります。でもそれと並行して、国レベルで言えばですね、ものすごい自治体レベルでものすごく歴史的に自治が発達した国なんですね。で、国レベルでも同じように自治が発達していて、スイスの人口800万人なんですね。だいたい面積は九州と同じぐらい、まあ、日本の15分の1ぐらい。九州と同じか、はい、人口規模も九州と一緒かな、もうちょっと九州多いかもしれない。で、そういうところで、10万人だから 1% 強ですよね、の署名を集めれば、それはもう必ず国民投票にかけなきゃいけないです。で、彼らはそれで憲法も変えられます。でこの仕組みがちゃんと完成されたのはですね、1890年代で。1800、はい、130年ぐらいの歴史がある。ちなみにスイスにはですね、そこにあるんですけども、世界ではですね、今まで全部で2500回ぐらい国民投票が行われてます。日本はゼロですよね。でその中でスイスは600回、ダントツ1番です。2番が多分イタリアで70回とかで、スイスは3ヶ月おきに国民投票が行われ、そして、1回の国民投票で数項目丸バツつけます。で、それで 50% 超えたものに関しては憲法にも、もちろん一般法もそうだけども憲法にまで盛り込まれます。スイスの憲法改定の回数は、140回以上だから1年に1回以上のペースで憲法は書き換えられても追加されているというのは正しいですよね。まあ、そういう国だということです。で軍隊廃止なんかも3回ぐらい やってまして、直近のやつで 36% ということですよね。で、4月にエノシュミットさんをお招きする予定なんですけども、夏にはですねアンドレアス・グロスさんという方をお招きしたいと思ってまして、その方はですね、まあ、地元の議員から国会から欧州まで行って欧州評議員やられて、もう直接民主制の専門家でですね、で不思議なことにというか神戸生まれ で広島行くきっかけなんかを前後してですね、彼は軍隊廃止のイニシアチブをやってますね。で、いや日本に行きたいよと、で最近本も出したし日本語訳できないかなとか言ってまして、まあ、世界で最もその直接民主制を語れる人なんですね。その人をできれば8月ぐらいに招きたいというふうに思ってて、協力していただける方は大変歓迎します。もちろんグロスさんもまだ訳つけてないけど、グロスさんのインタビューから、あとスピーチからもう入ってますので、まあ、誰か訳つけてくれると嬉しいですけど、読める人は読んでくださいって、見れる人は見てください。英語なんですか？基本的には全部英語です。グロスさん日本語話せません、はい、私もなるべく頑張って字幕つけてるんですけども、で今 Google 翻訳とか読み取りとかすごい機能上がっててかなり楽にはなってきてるんだけども、やはり限界あるんですね。で一回行くと膨大なビデオを撮ってきちゃうんで、とても追いつかないっていう状況で、まだまだいいものが全然アップできてないですね。なんかその佐々木さんが持ってこられた
取材してこられた内容をぜひ私からもお願いで字幕手伝っていただけるボランティアの方とか支えていただけたら、今この情報をちゃんと多くの人に発信することで、今のこの日本の、電電首相が行っている君主制に戻るようなもう劣化した社会を変えるきっかけをもらえるんじゃないかなと思って、チームで取り組むような流れが作れたらいいんじゃないかなと思いますね。天野さんがいつもおっしゃってるんですけど、800人の国会議員が、選挙に出るために票をくれる大企業に言いなりになってしまって、そして夜な夜なちゃんとこう会合とか出なきゃいけないって言って飲み会ばっかり出て勉強しないでバカばっかり出てでお金で買われてしまう、こう選挙に出るのも大変でお金がかかるのに、選挙に出て当選した後も簡単に首つながれてしまう今の状況を変えなきゃいけないと思うんですよね。もちろん選挙でにも、チャレンジして頑張る方がいるとはいいことなんですが、この国民投票でたった一人の人が、住民が本当に国を変えるかもしれないっていう、この一人の可能性を私たちも追求したらいいかなと思います。このね、国民投票、ね、の制度で、思ったのはね、こうよく署名求められるわけですよ。昨日も金子勝さんの講演会に行って、そこでね、エコノミストのね金子勝さんの講演会に行ったら、まあ、みんなこう署名を集めてるわけですよ。この署名でね賛成してくださいって。でいつも書いてあげるんです、書くんですけど、まあ、これはどうせ捨てられるんだろうなと思って書いてるわけですよね。100万票はね、100万人集めようが1000万人集めようが官僚に渡して入って捨てられるだけみたいな、そういうのが現実、日本の市民運動の現実じゃないですか。だからこのスイスの国民投票というのはまさに、でその市民、草の根の市民運動が直接政治の議題に上がる、そして国民投票にかけられるというね、非常に優れたシステムなんで、国民の政治参加をすごい強めていく、そしてこう意味があるものにしていくっていうね、もう全然意識が違ってくるんだろうと思うわけです。だからこれは日本に僕はぜひ取り入れるべきだと思ってます。まあ、国民投票の話するだけ、それだけでも何時間もかかっちゃうんですけども、例えばですね、まあ、スイスがもう圧倒的にすごいです、国民投票の仕組みとしては。で例えば、今、EU でもあるんですね、直接民主主義が。で、ECI って言って、ヨーロッピアンシティズンイニシアチブって言うんですけども、それも100万なんですね。ただ彼らはリーガリバインディング、法的拘束力はなくてアドバイザリーに過ぎないんです。決定権はないんです、国民投票に。でもちろん実はですね、前回のイギリスのブレグジットもあれは法的拘束力ないんですよ。首相を辞める人実は全然ないんです。あれ聞いたからって離脱する必要も本当はないんです。だけど彼はそういう判断をしたってことなんですね。で100万というのは EU 全体です。そうです、たった100万です。で、だから EU 多分5億近く今いるんじゃないかな。そのうちでたった100万人、ね、集めるだけで、EU 市民投票ができちゃう。かたやですよ、私はヨーロッパ行ってよく言うのは、この国は1000万だよって1000万人の署名を集めてもただ捨てられる国なんですね。これはぜひギネスブックに申請すればいいと思いますけどダントツでなんかベスト10ぐらい占めると思いますね。はい、日本しかないと思う。スイスが600回でダントツみたいに今まで集めた署名の数っていうんだったら、多分日本が上位10個ぐらい占めちゃう。だけどそれそのまま捨てられちゃうんですよ、ご存知のようにっていうかですね。みんなね、こんな積んだものをこうお母さんたちと一緒に311の後官僚に渡すんだよね。でもそのまま何にもなかなかならないって。ただ名簿集めでね、団体がなんか住所集めに使ってるみたいな状況になっちゃってるっていうのがありますよね。本当に捨てられる、署名が捨てられる社会が民主主義かっていうことはですね、まあ、ありえないですね。で、まあ、これ言い出すと切りないです。イギリスは10万なんです。10万集めるとで署名提出すると必ずそれを議会でやらなきゃいけない、その議題を議会で取り上げなきゃいけない、国会でね、というのがあるんです。みんなすいません。じゃあ、今、国民投票の話が出ましたけれども、でベーシックインカムの次は信用騒動っていう話が出たんですけど、おそらく多分これ見てる人は信用騒動って何の話だろうっていう、これ分かんないと思うんで、これ多分セットな話なんですよね。だからちょっとそこを説明してもらった方がいいかと思うんですけど、佐々木君がどうですか。中で
丁寧に説明してくれてるので、ぜひ見ましょう。その方が早いと。で、要はあれでしょ、信用創造を、民間銀行が、ね、お金を作り出すのを信用創造というんですけど、その民間銀行はお金を作り出すシステムを廃止しようということの動画なんですよね。それがスイスで国民投票にかけられるということで、これはあの資本主義史上例のないあの国民投票だと思います。このすいません、エル・シュミットさんが昨年の、6月にまずベーシックインカムの、国民投票を運動を起こしてやったと。それは 23% ぐらいの賛成で、結果、賛成が5割超えなかったので、国民投票としては勝ったわけではないんだけれども、その効果がすごいと。周りの国々でも次々、ベーシックインカムを取り入れようという政策が発表されたり、イギリスの労働党ももう政策に盛り込んだりしていると。で、そのままスイスはさらに世界より一歩先に走り、来年にはこの民間銀行が、借金をさせることによって紙幣を生み出す、この信用創造、ケネディ大統領がそれに触れた途端暗殺されてしまうような世界最大のタブーと言われてたことが、もう来年国民投票という場にかけられるということが決まっていると。これ本当にすごいことだと思うんですが、何がスイスで起こっているのか、佐々木さんが撮られた動画を皆さんで一緒に見て、動画の後またトークで、掘り下げていきましょう。すごいことだね。それちょっと解説をしていただけると、はい、どこかなとか。So basically、ね、これなんで字幕作れてないの。もうなんか音を消してその場で喋っちゃえば。またこの人は若いね。ですね、ドイツ語がスイス多いんですけど、多分6割ぐらいドイツ語圏なんですけども、ドイツ語でボルゲルドイニシアチブって言います。意味はフルマネー、だからその 100% 準備のあるお金っていう意味なんですね。だから民間銀行の信用創造させないとい う運動をしているグループがいて、まあ、そのグループがどうやってできて、その運動のルーツはどこにあって、でどうやって10万集めて、でこれから何していくかっていうことをこう話してくれてます。大丈夫ですか。ベルンにて、So basically, today about 90% of our money is issued by commercial banks. Only 10% of our money is issued by commercial banks.銀行によって発行されるお金のほとんどは実体経済をサポートせず、実際に経済成長を作らず、およそ 80% か5分の4の紙幣は銀行が無から作り、実際に直接金融システムに流れます。問題なのは、金融システムの流れる貨幣のほとんどはまた再び投機バブルを作ることです。実際あらゆる思いつくでしょうが、住宅市場や証券市場、デリバティブ、株式市場、あらゆる金融市場が過剰に再発行された貨幣で膨張し、これが主な問題です。フルマネーイニシアチブでこれらは全て変わります。なぜなら、私たちはスイスの貨幣システムをもう一度人々のニーズと実体経済のために機能させたいのです。もしスイス国民銀行がスイスの全ての紙幣を発行する唯一の機関だったら、紙幣や硬貨のほかに電子マネーもすると、確実にできるのは、スイスの貨幣は再びほとんどが実体経済に流れるのです。そしてまた、スイスのより良い経済成長をもたらします。私は経済成長はどうでもいいけれど、もし国立銀行が唯一の通貨発行機関だったら、確実なものにできるのは、この貨幣は民主的に実体経済という経済に配給されます。そういう貨幣システムでは、
特に実体経済と市民が国立銀行が循環に出す貨幣から恩恵を受けます。スイス国立銀行が民主的な機関として実際に本当に機能して確実にスイスの貨幣供給がフルマネーイニシアチブが提案する貨幣システムで確実にスイスの貨幣供給がきちんと実体経済と市民のニーズに応じる。なぜならそれぞれの国立銀行のようにスイス国立銀行は確かに正しい情報を持って判断でき、スイスで実際どのように貨幣供給をするか、実体経済に関する全ての情報だけではなく銀行統計に関する全ての統計情報、住宅融資についてスイスにある株式市場や全ての市場について、だから実際にとても良い情報を持って判断できるんです。フルマネーイニシアチブの運動について始まりはこうです。2008年の前回の金融危機の直後、ヨハンの中で危機の間とその後スイスで起こったことの結果として、いるかもしれませんが、 UBS やクレディ・スイスまで銀行が救済されねばならず、スイス国立銀行やスイス政府連邦によって本当に銀行を救う必要があって、本当にたくさんの貨幣を供給しなければならなかった。銀行を救うために私が思うには、まさにこの事件がかなりたくさんの良心のある人を集めました。彼らは本当に より深く話して考えた。よし、私たちの金融システムは全く持続性がない。お分かりのように政治は必要な処置を取ろうともしない。本当にいわば再び持続可能なものにするための思うに、そうした人たちが、私もその一人だと思うけど、スイスの貨幣システムを実際どうやって作り始めるか、基本的には世界中のことだけど、スイスだけで言うとどうやったらもう一度機能させられるか、どうデザインできるか、金融産業といわば銀行のニーズに供給するだけではなくて、どうやってもう一度人々のニーズに本当に供給するのか、実体経済にも、なぜなら知っているように実体経済と人々、私たちが全体としてスイスを作っていって、でスイス経済を動かしているのです。とても問題だと思う。もし国や国の経済が金融分野に重点を置いて金融産業や全ての貨幣がこの産業に流れたら、そうすると知っての通りに時が経つにつれ様々な問題につながります。不平等の拡大や投機バブルや考えられる以上のさまざまなこと、環境危機も金融産業のメカニズムから起こっていると思う。知っているでしょうが、貨幣改革の運動はかなり長い間あって伝統があります。歴史を振り返れば100年前、1920年代30年代のアメリカで大きな危機があって、ちょうど歴史は繰り返すんです。その時にちょうど同じような運動がア
メリカで貨幣システムの改革を願う人たちによって、その時に彼らが提案したアイデアはとてもよく似ているんです。多くの要素が今やっていることと密接に関連しています。一番重要な人がいるとしたら全ての創始者で理事長のアンソニー・レイバーです。その1920年の改革というのが、彼は個人で勉強して貨幣システムのさまざまな理論やコンセプトを長い間、この分野で専門家で学者と言えます。このリーダーのアンソニー・レイバーさん、著名な専門家とかどこかの教授とかではないですが、確かに深い知識を持っていて、彼はそのコンセプトを実際ドイツの教授であるヨセフ・フィーバーから引用しています。彼はこういうコンセプトを持っています。経済学者は1930年代アメリカのやり方に戻って、それは 100% 貨幣と言います。これはその当時こういう考えでした。銀行は貨幣循環に入れた全ての貨幣を再融資する義務を負う。中央銀行の通貨の 100% の準備を持って、これが基本的な考えです。なぜなら私たちの少数準備制度では大きな問題なのは、銀行は発行した通貨を再融資するとき、全体の金額の少額しか、つまりもし銀行が1000万ドル貨幣循環に入れたら、この1000万ドル再融資するのに中央銀行が発行した通貨の 2.5% だけです。だから 100% の提案はこれを実際に変えて、銀行の再融資業務を 100% 中央銀行でやらせるというものです。ドイツ人の学者は実際にこの 100% 貨幣のコンセプトをつかみ、実際にはもう一歩進んだのです。それはご存知の通り、 100% 貨幣でも貨幣は一般的に負債として発行されます。だからまた最初に融資をするのは銀行で、第二段階としてだけ中央銀行に行って、実際に何パーセントで再融資をするのか。でもこれではシステムは変わりません。 100% 貨幣に変化はありません。これではまだ銀行、商業銀行が最初に貨幣を創造するということが変わらないのです。これはソブリン主権貨幣と名付けられた概念ではヨゼフ・フィーバーが考え出して推進していますが、主な違いは貨幣は負債として発行されないことです。ここは理解すべきポイントです。貨幣は負債である必要はないので、負債ではなく創造され、貨幣循環の中で行われる、商業銀行ではなく中央銀行によって、中央銀行、私たちの場合は国立銀行、民主的に管理された独立とした機関で、実際主に貨幣と硬貨でスイスの貨幣を管理していますが、想像できるのは私たちの国立銀行や中央銀行のような民主的な機関が電子マネーを発行できるということです。もしそうした機関が電子マネーを発行すれば、もはやそれは負債ではありません。例えば貨幣や硬貨のように負債ではなく自由に創造されます。中央銀行が貨幣を作って貨幣循環の中に入れればいいんです。それは永続的でどこかに消えてしまいません。それが銀行が作る電子通貨だったら、金融危機が来たらすぐに破綻や連鎖、そういうもので、この貨幣は実際に跡形もなく消えます。やってきたらすぐに、実際これは大きな問題で、
貨幣、銀行貨幣は安全じゃないから、まさにどこかに行ってしまうんです。実際に銀行が倒産したら、すべての貨幣、銀行が作った預金、通貨、顧客に貸し出されるか、資産のために融資されたのは、ただ消えてしまいます。銀行が倒産したら、貨幣は消えるのだから、これは主権通貨とは対照的で、中央銀行によって貨幣循環に投入される。なぜならこの貨幣はいわばデッドフリーで、だから永続的でできるんです。貨幣や硬貨のような硬貨という地位を持って、貨幣や硬貨と同じぐらい安全に管理されています。2014年頃だったと思います。私たちの貨幣近代化の団体が準備して始まったのは、イニシアチブ自体は実際何を入れるのか考えるのに時間がかかるので、知っての通りにスイスでイニシアチブをすると、最初にやらないといけないのは実際にいわゆるテキストを書いて適切にまとめることです。憲法になるんです。それはね、条文書くんです。採用されたらスイスの憲法に挿入されます。まず最初にイニシアチブを構成するテキストを持って、全体のプロセス、実際にテキストを書いて丸かバツかで、丸かバツかで国民投票にかけるんです。すべての関連機関に理解をさせます。私たちのイニシアチブの開始の了解を取る、はい、大変なんでここら辺でさせていただきます。すいません、そうですね、残りの部分なんかちょっと説明させていただきますけども、先ほど言ったように、まずですね、その、まあ、最終的には憲法に書き込まれるテキストを役所に出すんですね。で、役所がそれはそうか人権とか、まあ、一応チェックされて問題ないっていうことであると18ヶ月の期間が与えられて、その期間に10万人の署名を集めればいいんですね。で、実は彼らはですね、本当に市民団体で、お金持ち誰もいなくて、さっき言ったその、ヨセフ・ブーバーさんはドイツの学者で、もう一人なんだっけな、の彼を中心に勉強会みたいなグループがね、じゃあやっぱり集めようってことで、それでテキスト出して承認もらって集めたんですね。で、宿泊して、まあ、頑張った人は一人で6000集めたとか、そんな感じで、まあ、何百から何千みんな集めて、それで、一昨年か去年の12月にそれを提出できたんですね。でそこから大体2年かかって、投票ありますので、今はクラウドファンディングを起こしながら、事務所を作って、でこの夏はですね、まあ、全国キャラバンを回るということにしてるんです。でそうしてるうちに、まだはっきり決まらないんですね。大体2年だけど、まあ、前倒しじゃないとも若干遅れることもあるかもしれないですけど、じゃあちょうどだから2年後だって、来年の今頃なんで、国民投票に付されるんですね。でこれまあ江野シュミットさんなんかはね、これはもう本当に難しい、大体皆さん想像できます、こんな話を街角でするんですよ。これで署名もらうんですよ。とんでもないでしょ。これで10万集めるんですよ。しかも何の組織も持たない人、まあ本当政党なんかは10万とか集めるのもえらい簡単だから、もうだからどんどんイニシアチブやれるんですね。政党のバックアップもない、何もない。で彼らは基本的には政治家を全く相手にしません。必要ないんです。かえっていない、色はつきたくないっていうスタンスですよね。何人ぐらいの市民グループなんですか？2、300人で署名を集めたって言ってました。だから多い人は最高6000って言ってたと思う。まあこの中にそれは出てくるんですけどね。ね、そっか。ネットとかでも集めた。ダメなんです。ネットはダメなんです。インターネットはダメ。必ず街角で説明してもらわなきゃいけなくて、でやっぱりだから署名の重みが全然違うんですよ、向こうは。
あのどんな人でもしっかり話聞いて、これはあの自分が署名すべきかって結構大事でしょ、僕考えたんで、その10万点。だからしっかり話を聞いて、しっかりコミュニケーションを取ってサインをするっていうことで、あの実際あのこんなふうにやるんだよっていうその署名用紙とかもらってきて、まあ、今日は持ってきてないですけど、こうそんなふうにしてあるんですね。まあ、あの日本でもね、あの例えば安倍さんの方ってもう何万部ぐらい売れてるんですかね。ミリオンいってるんですか。ミリオン数万部いってますよね。何十万部、何十万部いってますよね。で、例えばベルナーという人が書いた本円の支配者というのは15万部売れているわけです。まあ、まあ、私も出した最初に出した本が1万1000部で一応売れたんで、そんな売れたんですか。そうそう、そんだけ売れて、で、あれも一応4000部新しい本ね、これ4000部出して一応もうほぼ売り切れな状況なんです。だから多分結構日本でも声かければもうすでに意識ができてる人は数十万人いるんじゃないかな。はい、まあ、あのこのお金の問題に関わり始めて、もう私の場合はもう1999年からやってるんで結構経つんですけど、で、まあ、その間に、まあ、いろんな政治家の方とも関わって、で政治家と関係を持つとですね、質問集書っていうのを出すことができるんですよ。あるいは政治家の人に頼んでレクチャーを受けることができるんですね。でその財務省の役人に聞いてお金の仕組みどうなのか知ってるかって聞いてもみんな知らないです。実際はこれあのもう本当に私は実感として持ってるんですけど、お金が何かって知ってる人はほとんど世の中にいないっていうのは、これはアマゾンの本のテーマでもあるんですけど、これずっとタブーとされてきたんですね。で、その今言ったで、お金は借金から作られるっていうのが今のお金、ほとんどはそうなんです。銀行からお金を借りたときに、普通皆さん銀行からお金を借りるのは預金者がお金を預けてそのお金を貸してると思ってるんですけど、それは全然違うんです。実態はそうじゃないんです。銀行がお金を貸すときに、お金を作り出すんですね。お金を作り出すって言ってもこれは単にあの通帳に書くだけですから、今はもうコンピューター上でキーボードがカチカチってあればお金ができるんですよ。実際にお金釣るとかっていうのは全く別の話なんですね。お金を作るっていうのはキーボードでカチカチってやるだけでお金は作れるんです。これが信用創造っていう。でこれは、誰かがお金を借りたという借金が元になってお金は作られる。これが今のお金、ほとんどのお金がそうなんです。だから経済規模が大きくなればなるほど借金も大きくなるんです。これだからアメリカもそうだし、中国もそうだし、日本もそうだし、もう経済大国ってどこも借金まみれでこれ以上お金が作れない。なんか予算がなくなって、もうこれ以上借金増やせないから、政策を我慢しなきゃいけないっていうのは現実に世界で起きていることなんですね。ところがこの公共マネーっていうのは、要は政府が認めてお金を作っていいよという話になるんですけども、これは負債にならないお金が作れるんですね。これはアメリカ自体、いろんな大統領はこれまでもリンカーンとかケネディとは、負債にならないお金を作って発行した人がいるわけです。でみんな殺されてきました。残念ながら暗殺されていたからもうみんな怖くてそれをやらなくなってしまっただけの話なんですね。だからそういう借金にならないお金を作ってみんなに無条件で配るっていうのがこの山口先生の公共貨幣のプランなんですね。だからこれをやればもうそのお金に不自由して困る人がいないという社会が作ることができるというプランですね。先ほどこの動画で、ね、この方が言ってたのはその1930年代にそのお金の改革案がアメリカであった。でそれはこちらね、公共貨幣という山口さんが書いているところのこの帯に書いてあるんですけど、シカゴプランというのがね書いてあって、それはシカゴ大学の教授が中心になってその貨幣改革案を1930年代に運動でやったんですよね。今シカゴ大学の教授っていうのはシカゴ学派っていう新自由主義の代名詞みたいになってるんですけど、実際はそうじゃなかったロックフェラーが作った大学ですよね。そうそう、まあ、シカゴ大学はそうなんですけどだからそのシカゴ学派の学者たちが作ったのがこの公共貨幣プランなんですよ。だからこれは負債にならないお金を発行すればいいっていうだけの話なんですね。でそれをみんなに配ろうっていうのが今山口先生がやろうとしている公共貨幣のプランです。なんでその案が実は日本で紹介されたのはこの本が初めてですよ。シカゴプランっていうのは、それまで日本の経済学でそんなことを言われたことがなかった。
シカゴプランというのは昔1930年代にあって、大規模な、ね、あの学者何百人を巻き込んだ貨幣改革運動があったなんていうことは、あの誰も知らなかったんですよ、日本人は。でなぜかというと、結局ね、それは潰されてったんです、いろんな形で。まずそれを、議会としてね、立法し、議会として出したあの議員がね、なんか飛行機事故で死んじゃったりとかね、そういうことがあって、でその後そのやっぱ大学のアカデミズムの世界がね、そういったところをもう一切タブー化しちゃったの。でこのシカゴプランというね、その政府だけがお金を作るというシステムは闇に葬らされる。だからアメリカでもやはりタブーで、日本でも当然教えられてこなかった。でなんでまあじゃあシカゴプランというのができたかというと、1929年に世界大恐慌があったからです。それでなんでこんなことが起こったんだろうってみんな考えて、あ、資本主義のお金のシステムが問題なんだ、景気循環を起こしてバブル起こして潰したりする資本主義の問題だから、それをなくしましょうっていうことでシカゴプランというのが盛り上がった30年代。でもそれは潰されました。で今起こってるのは2008年のリーマンショックの後に、ね、やはりどうしてこういうことが起こってしまったんだろうかということをみんな世界の経済学者とか市民運動家たちが考えて、また新しいね、こういう貨幣改革運動が世界中で盛り上がってる。はい、あの、ですね、これ一番盛んなのはイギリスの NGO でポジティブマネーってところなんですね。彼ら相当なメンバーがいて一生懸命さまざまなキャンペーンをやっているんですよ。で彼らはそれに比べたら全くちっちゃいんだけども、でも決定的に違うのは、彼らはもう自分たちで法律変えられちゃう、憲法変えられちゃうから、法的拘束力を持った国民投票できるんですね。もうこれとてつもないことで、これをですね、で彼ら本当に実は弱小で、ようやく事務所を作る資金が集まったみたいなんですね、でレターをニュースレター出してるぐらいで、なんとかですね、ここなんとかしたいなというのがですね、これ世界史的にすごく大事なんですよ、実は。本当だ。わかりますっていうか、これがもしまたスイスでベーシックインカムが国民投票の席にかかって 23% 取ったことで、ヨーロッパ各地で同じような動きが政党も巻き込んで、イギリスなんて野党第一党ですもんね、なってこう表に出てくる。最近ではフランスの左派、今オランドが首相になってますけども、それの所属している政党、社会党か、社会党 の、 次期大統領候補で、今急激に出てきている、一番人気が出ている人がやっぱベーシックインカム言ってるんですよ。38歳、イケメン系男性業者じゃない、その人じゃないその人じゃない、その人じゃない人が急激に支持伸ばして、それはベーシックインカムをやれっていうことを言って人気を伸ばして、左派の中で人気を伸ばして大統領候補におそらくなるんじゃないかと。やはりそのスイスで国民投票やったっていうのはかなり大きいですね。そういうベーシックインカムという概念が広がったの。これはすごく重要ですね。あとちなみにこ の、 山口香織先生、動画を見ていただけると嬉しいんですが、その山口先生が1920年ぐらいから起こったこのシカゴプランということを日本で最初に本を出されて、そしてこのシカゴプランに、シカゴプラン現代版みたいなプランを連邦議会で発表されたんですよね。アメリカの連邦議会で、発表されたら、その当時は同志社大学の教授で経済学の先生だったんですけど、その後、連邦議会で発表したことが影響しているのかどうかなんだかなという形で、突然不当に解雇されるんですよね。でその日本の大学にもいられなくなってしまった。でも私たちはこの山口先生をサポートして、できたらこの先生が訴えている問題を今の政党であったり政治家の方に理解していただく、官僚の方にも理解していただいて、日本でもやはりこう表に出していきたいなと思うんですよ。今までここまで来るのに一体何人の命が追われたんだろうと思うときに、この弱小スイスの 何さんですか、今話してくれてたサイフォンさんの事務所がやっと借りられたかもっていう、この運動をサポートすることは確かにすごい重要。スカイプ会議とかやりましょうよ、日本で今どこまで進ん
でんのみたいな、なんかそういうことをこういう問題があるっていうことを伝えることはすごくすごく重要だと私も思います。ちょっといいですか、はい、あのこれはどうしようかなと思うんですけど、これすごくいい映像なんで、まあ音声やらないで説明していきますね。これはあの6月5日の前の日、スイスの国民投票の様子で、日本人って国民投票ってどうやって行われるか分かんないですよね。どんな雰囲気なのかっていうのをすごく見てほしいんですね。で、彼らはエド・シュミットさんがものすごく卓越してた人なんで、もともとアーティストで、まず映画の制作から入ったんですね。それが YouTube で見れますけども、それ日本語字幕もありますんで見てほしいんですけども、それで20万アクセスぐらい、ビューぐらいあってですね、それがきっかけで10年ぐらい前からこういう運動が起こってて、あの資金もものすごくたくさん集まって、ものすごくあの洗練された、運動やってます。で、これがその拠点となっているカフェ、ウンターネーメミットってところなんですけども、ここの社長と2人で、ダニエル・ハニさんっていうことを2人でこの運動を、まあ、10年手前ぐらいで始めてるんですね。で、これがですね、まあ、あの写真飾ってあるんですけども、これは彼らが12万ぐらい署名集めて提出した日にやったパフォーマンスで、800万枚の金貨を国会議事堂の前に全部平らに並べて、米主金貨もこれがやるんだっていうパフォーマンスをして、これも世界に配信された結構有名な。その金貨は偽物ですか？あのすごいね、すごい安いのあるんです。安い金貨が、はい、5円とか10円ぐらいの安い金貨があって、それをやってる。すごい重たかったみたいですけど。これ前日です、あの国民投票。NHK 多分出てたのは、でこれがそうなんですね、キャンペーンの一つで、ここはジュネーブの広場なんですね。でそこに8000平米って言ってましたのポスターを広場に並べて、でそれを空撮してですね、それをみんなに流すってことをしたんですね。で、これはですね、ギネスブックに認定されまして、世界で最も大きなポスターということで、認定されて、でこれ何書いてあるかというと、What would you do if your income were taken care of? って書いてあるんですね。もしあなたの収入が保障されたら、あなたは何をしますかということなんですね。でこれが世界で一番大きな質問ということで、まずこれをこういうイベントやったんですね。あ、テスラの話しましたっけ。あのテスラ、車のテスラをマッキンキンに塗ってですね、これでキャンペーンカーで走らせる。それは多分 NHK に出たと思う。なんかその質問は自己啓発セミナーでよく言われる質問です。自己啓発いらないですよ、無条件なんで。あのなんだろう、お金得るのに啓発される必要ないですね。はい、無条件ですこれは。それで、これをですね、もう本当に なるべくワールドワイドな運動をしようということで、ちょっと端折ろうかな、どうしよう。これをすぐタイムズスクエアでやってるんですね。あ、これもあれだ、ずいぶんちゃった。これも当日の様子ですね。これはベルリン、ベルリンの大きな通り沿いにさっきのやつを全部縦にして、あとあのジュネーブでやったやつはニューヨークのタイムズスクエア あの電光掲示板にわーってやって、またその反応をあの撮ったりしてるんですね。それニューヨークでやる意味っていうのは何だろう。まあもうだから米主金貨も世界に広めたいから、国民投票の日に、スイスの国民投票の日にやったっていう。ちょっと前です、まあ、2、3週間前とか、その日じゃない。これはベルリンの写真ですよね。で、まあこの辺がもう当日の様子ですね。もうあの世界中からもちろん。ベルリンにベーシックインカム党ができたのは、そのシュミットさんの運動があってからなんですか？もちろんです。あの今本当にですね、まあ、オバマが言及したでしょ。あのヒラリーも言ったけど無理ねみたいな話。でシリコンバレーは特にあの進んでるって、まあこれあの別の動画でそのことについてもシュミットさん言ってる、まだ字幕つけてないですけど、あるんですけども、で最近はあれですよね、 EU が、の報告書を今出そうとしてるんですけども、各国にさあの加盟各国にベーシックインカムの検討しなさいっていう報告書を今出すか出さないかで揉めてるみたいなんで、もう本当にあのこの6月を境に完全に世界は変わっちゃったんです。
それその1年ぐらい前まではちょうどそのフランスのテロがあった日に私は彼に初めて会ったんですけども、その頃まではもう本当に何言ってんのみたいな話で、でちょっとねもう少しすると、どこかないるかな、あのちょっと中年の女性がねずっとインタビューに答えてくれてるんですけど、これ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 、これあのジュネーブの近くで画商かなんかやられてる方なんですけども、名刺もらってきて会いに行こうとは知ってて会えなかったんだけど、行けなかったんだけど、彼女が言ってるのはもう最初彼らはね、言ってることは火星から来たんじゃないかみたいな、何言ってるのこの人たちっていうのがみんなの反応だったと。でも彼らものすごくいいパフォーマンスをしてて、だんだんみんなそれはあり得るっていうふうに思い出してて、すごく、ものすごく盛んな議論をしてみんなで、なったんだと、ここまで来たんだと。で、まあ、結果はどうであれ今日も全く歴史的な日だから、だから私はここに来たのよってことを言うわけなんで、私もそう思ってきましたみたいな話をしてん、まあ、それはおそらく今度、ね、行われる信用創造特権をなくすっていうね、民間銀行がお金を作る信用創造特許をなくすっていうことに関しても、この人は火星から来たんだろうかっていうことをみんな思うわけですよね。でもそれによって、あ、俺知らなかったな、民間銀行ってお金たくさん作ってたんだということをみんなが意識するようになるんで、もうこれは全然社会のね、その意識化のレベルが全然変わってくるってことですね。あ、すみません、すごく大事なことなんだけども、23% でしょ、賛成だったんだけど、じゃあ60何パーは反対してるんですよ。だけどその後のアンケート調査によると、反対票を投じた人の6割が、もっと議論しなきゃいけないこれはって言ってるわけ。それも足せばもう5割超えることはほぼほぼ明らかで、もう彼らも10年はかかんないと思ってて、もうただ否決されたっていうね、ニュース流れてるだけだけど、実際全然そうじゃなくてということなんですよね。そこをぜひ分かってほしくて、国民投票の素晴らしさってまさにそういうところにあって、国民投票そのままの投票率は何か、多分ね4割ぐらいじゃないかな、かなり低かったです、はい。でこれもまたインタビューの中に出てくるんですけど、投票率ってどれぐらいですかって聞くわけ、気になるでしょ、選挙やってる人は特に気になりますよね。いつも投票率のこと頭あると思うけど、え、それって何って言われるわけ。ああ、投票率よく分かんないみたいな。でもね、誰も投票しなかったら俺たち勝っちゃうよねみたいなことを。で、条件ないんですよ。そう、イタリアはあるんです。5割超えないと無効になっちゃう、投票率が。でいろんなシステムあるけど、スイスはそこはすごく進んでてっていうか、もともと一番最初に作ってるからそうなんだけど、条件ないんです。だから一人投票でも成立なんです。それで憲法変えられちゃうんですよ。で大体その大体3割いって5割みたいなぐらいで、ただその毎3ヶ月ごとにやられてて、いけば数項目丸バツつけるわけ、とてつもない量を常にやってるから、さすがに毎回はいかないんだけど、じゃあ年に1回は国民投票行きますかっていう人は9割ぐらい行きますっていう人は9割ぐらいいるんです。大体そういうイメージ。そんなに、なんだろうな、そので、あ、もっとここがすごく面白いんだけど、スイス人にとってものすごく当たり前な仕組みだから、国民投票に対して何の反応もないわけ、どうでもいいものだと思ってるわけですよ、まあ、我々が選挙に対するも持ってるイメージと一緒だけど、例えば実はエノシュミットさんってドイツ人で、そう、ドイツじゃ拉致が開かないからスイス来てやるんです。わかります、これすごいこと で実はフルマネーの方もそうで、スイス人たちは全く盛り上がらないわけ、そのキャンペーン真面目にやろうとすら思ってないんですよ。だけどそこにドイツ人が来て、いろいろキャンペーンとか資金集めとか手伝い出すとうわーっていくんですよ。このフルマネーもそういう流れでようやく稼働してきて、サイン署名集めて、じゃあ次っていう段階まで来てるんですね。でちょっとね、ドイツにはもうずっと長い間キャンペーンバスでドイツにもこういう仕組みやろうよっていうような運動してる人たちとかもいるわけ、まあ、で世界でやっぱり結局スイスみたいになりたいよねっていう、そういう感じなんです。この動画はあれ何がありますか、まあ、何でもいいんだけど、これは
皆さん、まあ、ごめんなさい、あ、ごめん、負けた選挙の事務所って行ったことあるでしょ、 ある人あんまりいないから、経験してる人もちもちいますよね、私も昔してるけど、まあ、斉藤さんに行かない人はいないと思うけど、あの、ものすごく明るいっていうか、もうずっと朝からパーティーやってる、でものすごいやってることがおしゃれで、最後にこんな感じで、ほら、バイオリン弾いてたりとか、わは、吹雪、あのね、紙吹雪が舞って、まあ、自分が当選するとかじゃないからね、そう、それは、うん、ものすごく楽しいんですよ、っていうか、なんだろう、こう、ドロドロしない、一切のドロドロがないんです、当選したから自分が利益があるとかでもないし、そう、もちろんここに寄付した人たちがね、何のために寄付したかって、ただただ未来の社会のためでしょ、この運動で得する人ってほぼいないんですよ、まあ、先住のスタッフかなりいっぱいいたからあれだけど、その人たちの雇用は少しあったと思うけど、で200万フランぐらいから2億円ぐらい金は集まったと、みんな個人ほとんど2億円もとんでもない、本当にとんでもないんですよ、だからもう全くやってること違うわけ、なんでぜひ来てそういうエッセンスとか社会の空気とか、そういうものをこう伝えてほしいんですよ、まあこんな感じですよ、もうちょっといいですか、はい、どうぞ、私はあの2000年になる前からこのがんの問題に関わっていて、であの、まあ、当時は地域通貨っていうのがあって、その説明をするためにお金の勉強を始めて、で実はそこであの日本中を回って講演したんですけど、本当にお金のことを知っている人がいないんですね、これあの大蔵省の役人も知らないし、銀行の人も知らないし、みんな自分たちが何やってるか知らないっていうのが現実なんです。でそこでこの国民投票で、その信用報道がどうのこうのっても多分みんな分かんない状況だったんですよ。で、まあ、その借金からお金が作られるっていうのをあの、まあ、おそらくほとんどの人は知らないし、で山口先生何がするかっていうと、この人全部あのコンピューター上の数字で出すんです。シミュレーションがちゃんとできていて、でこれをやれば誰がやったってこううまくいくんだっていう、そういう数式をちゃんと持ってるんですね。有無を言わせず、この答えは俺じゃなくてこのコンピューターが出してるんだ、だからこの時代みんなにお金を、公共貨幣でお金をみんなに配れば経済がうまく回るっていう数式を、あのそんなシミュレーションをちゃんと出していて、でこれはあの俺が別に作ったわけじゃなくって、そういうこのシミュレーションに当てはめれば公共貨幣でお金を配るはうまくいくって、これは誰がやっても同じ結論になるというところが、これがすごいところだな、だからこれはあの、うん、例えばあの数字に弱い私がやったところでやった結論としてはうまくいけるっていうことになるんですね。だからそれでは多分これセットなんですね、国民投票のセットだし、その天野君が今広げるとしている知識、その信用創造っていうものによってお金が、銀行がお金を作り出している、これが元々のがんなんだという知識を広めることもすごく大事だし、この佐々木君がやってるような直接民主制によって国民投票によって公共貨幣の実現をしようということも一つ同じセットで、全部これでいけばあの全てがうまくいくっていうことになると思うんですけど、あの今重要だと思うのは、多分この、公共貨幣のことを私もいろんな人に説明しようとするんですけど、なんか金融ってつくだけでちょっと分かんないみたいな感じで、月刊タイムズの編集長も山口先生の原稿が届いた後さっぱり分かんないなって言いながら掲載してたぐらいなもんで、出版界の方もさっぱり分かってない方が多くて、でこれを私たちの具体的な個人個人の生活の質をどのように上げるのかっていう、なんかそれを見えるものにしていくことが必要だと思うんですよ。例えばこう大学生が300万円平均借金して、大学生の半分が借金してそれを返済しながら、社会人生活を送るんだけど、週末本当はスキー行きたいけど諦めたり、本当はこれを学びたいけど諦めたり、子どもの学校のランクを落としたり、見えない形で借金で自分たちの人生がこうそがれていっているという、これをまずあのみんなが理解すること、
が大切だと思うんですよ。なんでこんなにこう本当ならもっとお金の心配せず好きな分野を学んで若者も借金返すことで頭いっぱいになってるこの時間を使ってより有意義なことができるとか、それはご高齢者の方も世代を超えて全ての世代の方に言えると思うんです。その年金だけではなかなか暮らせなくて、あるあのご高齢者 の, その介護施設を運営されている方が最近実はおにぎりとかの万引きが増えてるとか、利用者さんのね、本当に食べるものにも苦労されてる方がたくさんいて、それこそ NHK のお金もなかなか払えないほどありますが、そういった自分たちの暮らしをどうやったらこう奴隷から、お金の奴隷から解放してより幸せになれるのかって、ここのポジティブな部分をもっともっと見せていく必要があると思うんですよ。どうやってやればいいのか、少しずつ例えばそのスイスの方たちの表情をね、こうやって見るだけでなんかこう解放されてる明るい雰囲気が、ね、どうやればね、やっぱりその国民にそれを意識化できるかというと、まあ、もちろん普段からね、草の根の運動とかそのインターネットで配信するってすごい重要なんですけど、やはりスイスがやった成功事例というのがやっぱすごい大きくて、それは国民投票にかけるということは国民が全員考えるってことなんです。少なくとも 50% ぐらいは考えるってことですよ。つまり日本で言ったら6000万人、すごいこと、日本で言ったら6000万人、ね、国民の4割投票に行ったってすごいことですよね。そうだから、それだけその問題、ベーシックインカムについてもそれだけ考えたし、みんながね、考えるってことは知るってことですよね。だから信用創造って何っていうふうに初めて意識化されるんです。今まで無意識化されてきたわけだから、社会全体からその問題は触れない、それ左派も右派も革新も保守も触れない問題だったわけですよ。だから国会でいくら議論されてても、まあ、共産党が、ね、あの自民党を追及してもですよ、そこには入ってないわけですよ。その問題というのは信用創造の話とか通貨発行権の話っていうのは入ってないから、みんなで意識化されないんだけども、国民投票にやるということになったらそれはみんなが意識化するんで、ものすごい社会全体に意識が高まる、その問題に対して。でそれは議員たちにやってもらうっていう、今まで努力してきたけども、議員たちは買収されたりとかですね、あとは、まあ、それぞれ の, あの理論の中で、その例えば、まあ、共産党ならマルクス経済学とか、社民党なら社会民主主義とかですね、自民党ならその新興手派とかケインズ経済学とか、そういうものでもうかなり押せ、もうがっちり固められてしまってるわけですよ。小池塾にこの理解者はいないのかな。いないでしょ。小池塾いてる学生からよく竹中平蔵さんをあの招いてるぐらいですから、無理ですよそれは、はい、竹中平蔵さんに来て抗議してもらってるんだから、それは。あ、なんかしゃべりたいこともあるんで、質問の方がいいのかな、どっちに。まあ、だからね、僕が言いたいのは、そのスイスでは成功事例があるんで、その国民投票にやることで言うと、スイス人は知ることになるわけですね、これからね、信用創造について。全員知る、そこからなんです。だからタブーじゃないんですよ、全然、うん、大っぴらに議論、タブーになるわけがない、だって国民投票にかけるんだから、うん、というシステムがやっぱ日本でもやるべきだし、うん、ということはまず直接民主制をやらなきゃいけないってことです。でそれを信用創造特権をに対して国民が投票するっていう段階に持っていかなきゃいけない。そういえばね、話がそれたら申し訳ないんだけど、実は貞子の鶴っていう映画撮ったんですよ。でここに出てるスイス人の子がいて、この子スイス人なんだよね。米軍兵士の役をやった子が、2月末にスイスに帰るんだけど、スイス、これは役者としてやってくれたんだけど、その後ちょっといいとこの、会社に勤めるんで、この貞子の鶴とか増山さんの平和を伝えるこういうムービーのプロジェクト応援したいんで、スイスからちょっと応援したいみたいなことを言われてて、今度会うんだけど、なんかスイスとつながれそう、まあ、あの、はい、ちょっと、まあ、これ、あ、質問、はい、大津さん、あ、大津です。です、国民投票っていうのは日本で具体的にその運動的展開するときにどういうふうにお考えですか。今最近とりあえず団体立ち上げて運動を始めたんですけども、この国はですね、憲法に国民投票条項をね、直接民主条項を盛り込もうと言って1000万の署名集めても多分ダメなんですよ。わかりますよね。PPP の時に山田
まさひこ先生が1200ぐらい集めたんですけど、確か保護にされた。ね、あの別に TPT は私もメンバーなんであれなんですけど、結局65万でしたか85万かなんか2ヶ月ぐらい集まった。すごいでしょみたいな。ただ原発はね1000万超えたんじゃないかな、ですよね。あの安保反対も超えてますよね多分ね。2000万集めるって言って2000万いってないけど1000万超えてるはずですよね。で結局ですね、憲法を変えるには国会の3分の2取らなきゃいけないんですね。でそれいう世論をどう作っていくかっていうことで、皆さん本当に一生懸命考えてください。とりあえずサイトを作って、私はいっぱいいろんな人に生の声を集めていくってことを始めてますし、まあ、海外の人たちの声もいっぱいこうやって載っけてますし、であとはですね、著名人にきちんと賛同してもらうことも大事かなと思ってて、ずっとこの説を言ってる人で一番有名な人ってのは実は、村上春樹さんなんですよね。村上春樹さんは、そうですそうです、この国の村上春樹さんがずっと言ってることは、まあ、ずっとってずっと前に言ったことですけど、この国の3つの問題っていうのは誰も責任を取らない、国民投票がない、あと何だっけ、緑の党がないだ。私は緑の党がないがそんなに問題かどうかはあんまりあるんですけど、あるある質問なんですけど、はい、国民投票にかけるっていう方向の時に、今憲法改正とかそういう問題ではいろいろ話題になってるけれども、はい、だから国民投票反対みたいなね、そういうあれもあるじゃないですか。だからそのどういう風なプロセスで投票まで持ち込もうと考えているかを知りたい。ですね、国民投票は本当にいろんな種類があります。でぜひ今その世界の国民投票全部まとめた本をクラウドファンディングで作ろうということで4月に出版されますので、ぜひそれを見ていただきたいと思います。まずはで参加してください。それもお金100万目標でちょうど半分ぐらいまで来てあと1ヶ月なんで、ぜひそれを実現したいんですね。ぜひ本当に皆さんに声かけて、一人一冊、あれはもう必需品だと思います。なのでぜひと思いますけど、いろんな形態があります。スイスが一番完成度が高いで、例えばですね、一般の法律をね、国民投票、今の日本では国民投票は憲法改正の是非しかないんです。できるものはその国民投票しかない。でそれも今我々運動をやってるんですけども、その広告の上限規制ないんですよ。そのこれに賛成反対、国会が3分の2で出しますよね。まあ、多分出てきますよ、あと1、2年、今年中に出ないと思うけど、彼はやると思うんですよね。でその後に賛成しろ反対しろってキャンペーンはいくら金使っておりますで、そしたら反対派の方の方がその銀行家の方が多いだろうから、バッシングとかいっぱいあったから。あ、ごめんなさい、それ日本の話ね。あ、日本か。実はスイスもない。日本の話、日本の話。それで憲法の条項改正のことだけしかないでしょ、はい、それで今自民党が日本会議使って大きくでキャンペーンをもう張りながら、どんどんこう大阪城の堀を埋め立てみたいなことをやってきてるわけだから、はい、だからそれを単なる憲法改正の救助とか改正とかそのことだけじゃなくて、国民投票にはこんな種類もあって、スイスはこんなのもあるんだとか、それでもっと幅広くね、国民的な投票っていうのが私たちが使えるようにしていかなきゃいけないんだっていうような感じでのムーブメント、そのことについて秋田2区で確か国会議員確かされましたよね。細かい話は細かい話はいいですよ。だからその辺のところにこうタイアップしながらの展開っていうのは考えられてますか。あらゆることをやろうと思ってます。で団体立ち上げて今リーフも作ってホームページも立ち上げましたので、どうぞ皆さん意見を寄せてください。大事なことは知らないからみんなまず考えることなんですね。でもちろん私たちは国会議員知らないくない、結構いろんな人知ってるから、さまざまなアプローチをしていきます。で安倍会見に乗るような形ではやりたくないんです。ただ今議論にはいいタイミングだから、やっぱり議論しなきゃいけないです。今からやって、例えばですよ、憲法にそういう条項が盛り込まれたとしますよね。そしたら歴史初なんですね。この国でそんなこと起こったことがないわけで、国民投票やったこともないし、憲法変えたこともないんですよ。いや、だからそういうふうに国民投票を捉えて、もし去っていったとしたら、やられてしまう可能性だってあるわけですよ。だからね、そこが難しいところで、その憲法を一切変えてはいけないというのが、マサハの中ではすごい
強くあるわけですよね。あの一言一句変えてはいけない、まあ、そういう人が結構いなくもないっていうことはあるんですけど、あのただそれじゃあね、その変えていいってことになると、またそれじゃあ安倍自民の改憲案みたいなのが出てきちゃったりとかする。今の話って全部汚染されてるじゃないですか。だからその憲法を通さずに国民投票を実現するっていうのは可能なのかとか、そういうところも日本の場合は考えていかなきゃいけないのかなっていう。いや、どんどん考えるべきで、ですね、国民投票のメリットも言ってた方がいいと思う。一般法はね、うん、一般法で国民投票、国民発議で国民投票すること規定することも可能です。でも法律は常に新しいものが優先するんですよ。例えばね、原発けしからんよねってことで国民投票できるようにして、例えば、まあ、100万集めたら国民投票っていう法律作ってやったとしますよ、法律レベルで。でも国会で再議決絶対しますよ。あの人たち何やるかって目に見えてるでしょ。いや、だから ただね、イギリスのそのブレジットとかは、あのイギリスのブレジットはそれを強制力はないわけですよね。でもそれをやっぱり国民の意向だ、世論だっていうことでやるっていうふうにしてるわけですよね。だから必ずしも否決されるっていうことは、あの政治家だって世論で動くわけだから、その結果を無視するってことは難しいっていうのは現実問題としてあるんじゃないかな。だからまず日本は憲法に関しては非常にね、あの直すってことに関してちょっと敷居が高いんですよ、日本はね。なので憲法を変えるんじゃなくて、まあ、法律を変えるというところでその国民投票っていうのをまず取り入れていくっていうのが、まあ、ちょっと現実的なのかなと。でそれでまあ否決したらその政治家を攻撃すればいいわけです、国民たちが。あのぜひスイスのね、その先ほど聞いてすごくあの感動したんですけど、スイスのね、そのシステム、実際にそういうのをものすごく大体的にあの啓蒙していくといいと思うんですよ。はい、あのいや本人来てもらいますのでぜひ協力してくださいというのがまず一つと、あとですね、その、まあ、本当に日本この国の憲法はまるで91個しかないみたいなですね、大変なんですね。この本当ガラパゴスというかわけわかんない議論が延々と続いてるわけですよ。事実上だって政府が憲法を無視して憲法を破ってて、それをへりくつつけて破ってないって言ってるわけでしょ、この70年も。でもうみんなタブー化しちゃって、で彼らすごい強くなっちゃって、今もうメディアもそうだし、そのリベラルな学者たちも仕事なくすの怖いから誰でも憲法のこと言いたくないわけ、うん、そうしてるうちにどん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 今、ね、あの人たちがやりたいようにですね、うん、やっていくのってもうだってあの触れないとか何だかんだ言ったって2年後ぐらいに来ますよ、多分国民投票やらざるを得ない。2年後ってそんな遅いですかね。いや遅く分かんない、まあ、もっと早い、もっと早い可能性もあるし、あの基本的に発議してから100人80日っていう規定は一応あって、うん、じゃあ実際年内に発議の可能性だってありますよね。うーん、十分あると思う。発議として100日以内ってことは1週間でも大丈夫ってこと、どういうことなんですか。以上立たない、3分の2国会取りますよね、はい、それは年内にある可能性ありますよね、うんうん、それから180日以内に国民投票、あ以内に国民投票なんです、はい、だからまあ準備がもうしてるんですよ、1ヶ月後にありってこと、はい、国民投票って何配ってもいいとかって。そうです、何配ってもいいんです、ね、何やってもいい。今のところ禁止されてるのは投票日から2週間前まで以降は、テレビ広告は禁止、それ以外は何やってもいいんです。あ、まず広告者しかしない。とりあえずあの憲法の、ね、改憲に関しては以上で、あの他に何かご質問ありますか。はい、今日あの安倍さんに質問なんですが、あの山本太郎議員のなんか政策アドバイザーをやられてるっていうことなんですけども、なんかアメリカではあのロンポールの議員みたいに、はい、あの FRB を廃止しようっていう、はい、そういうふうなあのことを言う、あの勇気持った政治家がいるんですが、はいはい、その山本太郎さんはその、まあ、おそらく、まあ、あの安倍さんの方でそのお金の仕組みとかそういうふうなあのレクチャーされて、まあ、理解されたとは思うんですけども、はい、そのロンポール議員のようにですね、真のその問題にあの金融の問題に切り込んで、あのそういう運動を起こしていこうっていう気概を持った政治家なんですよ、彼は。確かにレクチャーはしました。でそこからじゃあこれはまずいから変えようねっていう話はならなかったです、残念ながら。
だから多分あの仕組み自体は理解はしているとは思うんですけれども、まあそこも何とも確認は取ってないんでわからないですけど、説明はとりあえずしました。でそこからじゃあやりましょうって話にはその時はならなかったです。ただまだまだわからないですね。そう簡単には諦めないので、うんうん、であの実は彼以外にも興味を持っている人は結構政治家の中ではいたので、うん、だからこれからあのいろんな人に話をしていこうかなと思ってます、うん、はい。その政策アドバイザーは今でも勤められてるんですか？いや今はもうやってないです。はい、私あの倒れたのご存知ですかね。倒れた時からちょっともう政治の世界から離れてしまったので、あの脳出血で一回倒れたことがあるんですよ。で結局何の後遺症もなく助かったんですけど、一応あの公務員でも障害者なんですし一応障害者手帳持ってるんで、あのでもあのそこからちょっとあの離れてしまったので、で今はどうなってるか正直わからないです、はい。だから、まあ、私もちょっと政治家の方とかとね何人か話したことはあるんですけど、やっぱり非常にまあ、タブーが強いなと。だから特に党というところで個人個人はそれぞれ意見はあっても、党としてそれを打ち出すことがねやっぱ非常にやりにくい状況にあるんだろうなと思います。まああのみんなの党ね、佐々木さんみんなの党から立候補されましたけど、あの民主党ですよ。民主党民主党が出たんですか？あ、初めでその後さみんなの党、はい。あでミラルトはあの政府紙幣を言ってたね、うん、唯一の党です。私は言ってましたけど。そうで、ところがそのみんなの党はもう空中分解してなくなっちゃったわけです。だからもうないわけです、そういうことを言う政党は、うん。だからそこはやっぱすごい縛りが強いんで、スイスがなんで今回国民投票できたかというと、それは政治家通さずに10万人署名集めたらそれはもう国民投票かけなきゃいけないっていうルールがあるんで、一位のね、その意識の高い人たちが集めてそれを政策に実現できる可能性がある、制度があるからです。だから日本もやはりそういった制度を取り入れないと、政治の世界ってのはものすごくがっちりもうすでに固められちゃってるんです。他に何かご質問あるかありますか？ベールインがもう2、3年前に5月6月に決まってますよね。あの世界恐慌が起きた時に金融機関を救済するために、あのなんだっけ、預金とかあと株券とか社債とかっていうのを没収して、あとベールアウトっていうのは今までなんだっけ、あの国から救済する分、それがもう決まってるんですよね。だからこのお話すごい理想的だしすごく嬉しいんですけど、それが途中に 入るぞっていうのが私の計算の中にあって、世界恐慌と、だから今年だよ、今年だから世界恐慌で最初の方 あのスイスの方ね、言葉が分かんないから全然あれなんですけど、1900何年に世界恐慌があった、1000何年にあった、ユダヤが起こしてるじゃんって言いたいんですよ。そこを隠す時点でもあんた嘘じゃんみたいな、すいません、こうもう政党から反対運動、平和運動ずっと調べたらもう全部織田誠から何から何までこう全部もアメリカの資金やなんかシールズはもちろん、それずっとそうだったんですね。だからもうで、まあ、社民党とか共産党はもう調べてて分かって、世界連邦運動の国会議員だって分かったりして、あもう全部作られてるのねって私の中で、それが出てきた時にこういうのも作ってスイス、なんか多分ユダヤの本拠 CIA もスイスだろうなってバーゼルもあるし、質問は何でしょう、ね、だからそのベルインとかそこまで計画の中に入れながらっていうの、あとはマイクロチップ埋め込みっていうのがアメリカで、質問は何でしょう、だから計画、それはどう考えてらっしゃいますかと。あ、いいですか、ベルインとか、ビデオではしてないんですけど、最近電子書籍、ダイレクトデモクラシーっていう 本を出していますので、できれば読んでもらえればと思うんですけども、アイスランドの経済崩壊からのその立ち直り、どうやって立ち直っていったかっていうプロセスがあるんですね。まあ、多分あれが最初の実験だったんですよ。リーマンショックで、もうめちゃめちゃもう史上最悪の経済破綻をアイスランドしてる。ところが、わずかね、4年ぐらいかな、IMF の借金全部返しちゃったんですよ。
でももう全然普通に成長軌道に乗ってて、またそれがまたバブルみたいになってて一つ問題になったり、いろんなことがあるんだけど、アイスランド調べてみると、あの恐慌はね、大して怖くないってことがよくわかる。その時どういう対処をすればいいのかっていうことがしっかり書いてある。そこも私の方には書いてあるん で、うん、でアイスランドはその例になってるから、うん、あので支配者の意図ってあると思うけど、あの思った通り言ったらとっくに世界は変わっもっとひどくなってて、あのちゃんとやっぱりね、あの動いてる人たちは動いてるから、あの思った通りいかないこといっぱいあるんです。で、はい、で ご質問まだあるんですよね。ただここの会場は5時までということで、次が最後の質問とさせていただきます。ティカ届くかな、来てもらう、来てもらう、いいですか。山崎さん申します。信用、気をつけて、信用創造特権の、まあ、廃絶廃止をその国民と、まあ、スイスで、あの今やろうとしている国民投票によって憲法まで変えちゃうというやり方と、それからあのそういう運動とは別にですね、僕ら自身が日常の生活の中で信用創造特権を廃止に向けた行動ができる。それは何かというと、あの銀行に皆さん口座持ってますよね。その銀行口座からできるだけ預金を引き出しちゃうということなんですよ。あるいはクレジットカードをもう使わないと。でなぜかというと、要するにあの民間銀行が作り出すあの信用創造というのは、僕らの預金を見せ金にして、その 1%、いわゆる準備預金利率っていうのがずっと 1% なんですね。でその 1% を民間銀行は、例えば僕は1万円あの預金しますよね。その 1% に100円を日銀の当座預金に預託すると、その1万円の100倍が信用創造特権として自動的に民間銀行がその100万円を使えるようになるわけね。でそれは通帳が時間があれなんで、はいはい、だから僕はあの、まあ、毎日僕はあのワイワイニュースライブっていうあの放送をやってるんですけど、その中であの銀行預金を引き出そう、からクレジットカードは使わないようにしようと、要するに信用創造特権のベースを僕ら自身が一人一人日常生活の中で破壊するってね。そうすると彼らは非常に脆いんですよ、という意見。そうそう、はい、そういうふうに僕は呼びかけてます。でもそれは金融恐慌が作っても解決策にはならないんです。名前でも金融危機を作ることができても銀行を潰すことができない。金融危機じゃない、あの今の意見なんですけど、今の意見ですけどね、今の意見はその現実的にはもう企業から個人から全部預金決済で世の中動いてるんで、アマゾンで買おうが、ここで、ね、どっかでクレジットカードで使おうがっていうのはもうそれでもう毎日莫大なやり取りがされてるわけですよ。とに企業なんかほとんど当座預金のね、やり取りでしょ。だからまあ決済システムがそこにもう牛耳られている以上、なかなか難しい呼びかけだと思います。ただしじゃあそれが不可能なのかと、そんなことなくて、例えば今ファインテックっていうね、フィンテックか、いわゆる銀行を通さずに口座決済してしまうような、いわゆる個人口座が持てるってことですよ。預金口座じゃなくて個人口座が持てるようなシステムがもう出来上がってるんで、預金口座じゃなくて個人口座からその決済をするっていうことが今後ね、可能性としては出てくる。そしたらもう銀行に預ける必要なわけ、決済手段として預金口座じゃなくて個人口座からできるようになればいいという技術が生まれてきてるし、あとはそれを公共貨幣という形で政府がじゃあベーシックインカムでお金を1人月10万とか出すときに、それ預金口座に振り込むんじゃなくて政府が設定した個人口座にお金が振り込まれるっていうふうにすれば、みんなそこを使うようになるわけだから、その決済システムが全国で出来上がるようになるわけだから、もう預金口座というものからお金を引き下ろしても生活に困らなくなるっていうふうにして、銀行の影響力を徐々になくしていくってことはできるかもしれないですね。デビットカードは、デビットカードだから即決済ですね、預金口座から。でもそれをまた個人口座とリンクさせればいいだけですから。
それがブロックチェーンというわけでですね、5時にここを出ないと、明日の買い出しがあるということで、実体経済を守るためにそろそろ撤収をしないといけない状況です。じゃあ最後に、お二人に1人1分くらいです。ですね、ちょっとこれ説明したかったんですけど、イタリアのですね、五つ星運動はとてつもなくすごいんで、ぜひ見てください。我々も同じことをやれるはずなんで、何を見るんですか。このビデオ、私のところ見ればこれ見れますし、まあ、あと、まあ、でもネットの情報ほとんどすごく限られてるからなんだけど、同じこと多分できるはずなんで、ぜひ五つ星運動の私のこのビデオを見といてください。どうする私のって言うの、はい、どっかな、何見ればいいかな、なんて言えばいいかな、じゃあツイッターでも何でも、五つ星運動で弾けば多分出てくると思います。これリカルド・フラカーロさんという国会議員のスピーチなんですけど、フラカーロで入れてくれれば、はい、はい、これは見れると思います。これ字幕ついてます。今日は皆さんありがとうございました。特に言うことないんですけどまあ、皆さん関心をずっと持ち続けてください。でもちろん政治についてもそうだし、金融についてもそうだし、もう方法論としてはもうそろそろ出尽くしてきてるんですね。どうしたらいいかというのはもう分かってきてるので、あとはそれをどうやって実行するかっていうんだったら、これはやはり皆さんの心が一つになって、みんなでやろうという形にならないとできないのが民主主義という党の決定なので、まあ、皆さんどうやってこ うまくちょっとコミュニケーションを取るかということをですね、ちょっと工夫していただきたいなと。一方的に言ってもそれは続けないので、いかに相手が理解するかというコミュニケーションを磨いていただきたいと思います。以上です。はい、はい、ありがとうございました。今日、ね、出た話というのは直接民主制と、あと公共貨幣、政府がお金を作る公共貨幣ですね。であとはベーシックインカム、この3つっていうのは実は非常に関連性があることで、これ全部セットでやったら民主主義っていうのはかなり完成に近づくものになるんだろうなと思います。ただどれか抜けててもちょっといろいろと問題はまああるんで、まあ、これ本当に今回の動画ね、ぜひ皆さん拡散していただきたいなと思います。この3つが話されてます。はい、増山です。まずいくつかお知らせがあります。まずご入場ありがとうございました。でこの天野さんとの金融の勉強を含めたこの番組をなんとか維持していきたいと考えています。で、そのためには皆さんのサポートが必要です。入場料はいただいたわけなのですが、もしよかったらもう一回回していただいて来月以降も続けていける何かこういった取っちゃダメです。五つ星運動との連動のためのご支援をお願いします。そして今日持ってきたタイムズ、よかったら買ってください。私が編集委員をやっている雑誌で、山口香織先生もここに記事出しました。わずかなささやかな雑誌ですが、こういった金融のことを書けるのは貴重です。この最新号では今問題になっている IT 人工知能によって仕事が奪われるその最前線、 25.5 億円使った人工知能での立証実験の様子を、最前線のレポートを介護事業者の方に私インタビューしてたり、あと伊勢崎健二さんに駆けつけ警護のことをお伺いしたりしてます。500円です。急いでいます。そしてですね、これちょっと助けていただきたいこともう一つあります。コナコの鶴、地球をつなぐという映画がアジア国際映画祭に出品が決まりました。でも今実は揉めてます。なんでかというと自民党の議員が追い出したいみたいです。なのでなんとか人を集めて盛り上げる必要がございます。2月の3日の午後6時から、県政記念館でやります。当日券は5つ映画が見れて3000円です。私に行っていただければあともう20人ぐらいはフリーで入ることもできるので、今日お名前言っていただけたら、押しかけていただけたら、上映ボイコットをさせないためのアクションになりますので、
ご協力ください。原発と原爆の問題をリアルを伝える、ドキュメンタリー&フィクションです。長くなりました。あと2分で撤収しますのであ、すいません、チラシいっぱい持ってきたんで、できればいっぱい持ってってください。二次会をですね、駅の向こう側のサイゼリアで行いますので、片付けをしていただいたりして、本の、お金のやり取りはサイゼリアか入り口の外でということで、皆さん撤収にご協力ください。どうもマスター。